こたび武道源氏が語りますはおよそ400年前のお話でございます。とある姫様ととある殿様の出会いの物語。さてさてお二人の行く手はいかようになさいますか。とくとご覧ください。それでは皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。時は元那尾張名古屋徳川義直公に嫁ぎし春姫様のお話でございます。ところが紀州ぬくもりすげたる一輪の梅の花、その梅なおば春姫様と申します。水も滴るいい女でございまして、の気量と気立て、たおやかなる姫様でございます。この春姫様、こたび良縁ございまして、めでたくちぎりを結ぶことと愛になりました。紀州和歌山後にして、さあさあ向かいし終わりの地、春姫道中いざいかん。初代藩主の名のもとに尾張を滑る大名様。ありがとうございました。